誠にすいませんでしたっていう先に謝罪をしておきましょうかね。 J1 順位予想の行方というところで中間評価、最終中間評価ですね、今年ねシーズン開幕前に順位予想をやりました。で今年何回か2回ぐらいかな、中間報告会みたいな、どんだけ僕の予想が当たってるか、いやむしろ外れてる部分がね多いのかなとか思うんですけどもね、その中間確認を、ちょくちょくやりつつね今年やってきたんですけども、まあ J1 残り5、6試合、まあクラブによってちょっとばらつきありますけど5、6試合というとこなんで、さあ最終中間評価、まあ大体固まりつつあるのかなという感じはしますけども、さあ、また12月ぐらいにはねこのね最終結果まとめみたいなことはねやりますけども、先にもうねある程度のとこ見せていこうというとこでございまして、じゃあやっていきましょうかね。まずこちら、これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄からというとこ、まあ、先に結論ですけどもね、まあ一応大外し中ですね、大外し中は7クラブあるよとで、まあ、大体当たってるかなっていうのは13クラブなので、個人的には良くもないが悪くもないなっちゅう途中経過にはなってきます。でじゃあ見ていきましょうかね。こちらというところで、右に出しているのが収録日現在33節終えた時点での順位表にはなってきます。で左の方に出して文字がいろいろ書いてある方が僕はシーズン開幕前に予想した動画の、ね、順位予想にはなってきます。で、まあ、これは一応順位予想数字もつけてますが、まあ残留争いってなったら大体このクラブで残留争いしていくんじゃないかっていうところには、なってきます。ですでに一つね、土下座しないといけないレベルの、ね、クラブをここに入れてます私ね、まあ、上からいきましょう。20位10位ね、10ビロというところで、まあ本当外国人次第かなっていうところで予想しておりました。20位予想にしていたんですけど、実際18位、まあ差としては2かな、2つの差というところで、ここですね19位の東京ヴェルディさんね、本当に僕はね申し訳ないし叩かれてもしょうがないというところ、まあ予想は予想であるということを前提に聞いてほしいっていうね、この順予想動画では当時はあったんですけど、にしても外したなっていう感じがしますんで、まあヴェルディ8位でしょう現状ね、ねえちゅうとこで、これは大外しクラブの一つですね。で18位湘南というとこで、まあ実際は15位なんで、まあプラス、まあ、あれか3か3つの差があるというとこですね。まあちょっとこの間まではね17位とかにいたんで、まあそんなな感じもするけども、まあ一応こんな感じで、レイソル17、こう1個なんでニアミスかなっちゅうところで、京都も16位なんで、まあ17、まあニアピンかなこの辺はね。まあでもこの辺は正直ね、下位クラブ当たっても嬉しくないというかね、やっぱりねもうこの辺は外れてほしい。まあヴェルディみたいに、それこそねヴェルディみたいにお前の予想全部違うじゃないかっていうね、すいませんっていうね、この辺はもうね正直残留争いグループに関してもう外れてくれっちゅうむしろね感じでいます。僕はねもうこの辺の予想が当たっても誰も嬉しくないですか、正直ね誰も嬉しくはないんで、予想はこの辺は正直外れてほしいと思いつつも、しかしまあ言うなのはヴェルディ以外はまあ大体この予想通りかなっちゅうところには正直なってきますかね。ただ外れてほしかったっちゅうところです。でこちら、ほんで、順位予想、残りの11位から15位ですね、ここが一番大外しですね。これ順位予想、一桁順位もあるよみたいな予想にはしているんですけれども、ここが一番の大外しグループには正直、なってきます。ゼルビアさん、もう本当ごめんなさいっていうところです。本当ね、補強成功で、ね、台風の目に中ね、一応予防線を張ってますけども、にしてもっていうとこでしょう。ここまでね、上に行くとは正直思いませんでした。また改めてシーズン終了後にね、謝罪というところにはなってきそうですね。で札幌14位予想だったんだけども現在19位なんで、まあちょっとねここも外してしまってる感じがします。でガンバもそうね、13位、負けは必ず減るって書いてあります。負けは減ってるけども、ただ勝ち点もしっかり伸ばしてるなっていう感じがしますんで、だからもう町田ガンバこの辺は大外しグループですいませんというところですね。で12位の新潟もそうですね、現在14位のここはまあまあそんな差はないかなっていうところ、まあ J1、まあ、残留争いはないかなっていう予想にはしておりました。まあ2個差というところでしょう。で11位鹿島というと、ここもごめんなさいですね、本当にすいませんと。まあ正直シーズン開幕前のポビッチ監督、まあ、ちょっと解任されちゃいましたけどね、解任されちゃいましたけども、ちょっとやっぱセンターバックの枚数的に不足してるから夏場疲れが来るんじゃないかとか、ポビッチ監督ねどうなんだみたいなところで、で11位にしていたんですけど、本当にこれ申し訳ございません。だからここは一番ね謝罪グループには、なってきます。本当もう先にここら辺も外れるの確定していますんでね、本当すいませんというところに
にはなってきますよね。でこちら、ほんでそれ以外一桁順位というとこですね、福岡10位予想にはしておりました。現在11位なので、まあここもニアピンというかね、まあ1個差というとこですね。で9位と、ここが一番外してるかな。ここではね9位と、まあ、けど最下位なんで、まあ、僕そうね、鳥栖福岡九州勢には頑張ってほしいし、なんならやっぱ主力を残した上でしっかり補強に成功したんで、正直本当にこれ9位っていうのはぶっちゃけ本当にガチの予想でした。これはね、うん、九州勢だからとかね、僕は九州勢応援してます。九州勢だからっていうか、本当あんだけ主力を残した上で補強にも成功したんで、そりゃ上に行くだろう、マラスロヒアン取ったからそりゃ上に行くだろうみたいな感じでね思っていたんですけども、ただちょっとねにしても悪かったな、悪いシーズンになっちゃったなっていうところにはなってきますんで、ちょっとここは大外しグループの一つですね。でセレッソ8、1個ずれが多いんです。だから1個2個ずれが多すぎるというとか、1個2個ずれが多いんで、まあこの辺は最後バチッと当たる可能性も、福岡とかもねあるかなというところ、まあ上の次第、まあ田中俊太の活躍はね全然まあ本当期待通りかなっていう感じがします。まあトップ5入り持って書いてます。まあ実際トップ5はどうだろう、ギリギリどうかっていうところにはなってきますが、ただまあ実際トップ5付近にいた時期もあったんで、まあ見通しとしてはそんな悪くはなかったかなというところで、上にもやっぱ下にも行く可能性って書いてますけどもね、まあ、大体セレッソに関しては正直予想通りのシーズンかなというところにはなってきます。で7位 FC 東京です。これも6位なんで、ここも1個差なんですね。この辺は正直もうね、なんていうかな、まあ当たってほぼ当たってるよねグループですよね、正直言うならね。まあであとは6位名古屋でしょう。9位現在グランパス、ちょっと外れたかな、勝ち点46、6位との差が2ポイントなんで、この辺はただまあシーズン終了後にはバチッとはまる可能性もゼロではないかなっちゅうとこにはなってきますんで、だからまあ1個前のところは結構外したけども、まあ言うならば残留争いグループとこのね一桁順位もあるんじゃないかっていう、このグループに関してはまあまあまあ実は当たっているんじゃないかっていうとこには、なってきますけどもね。でこちら、ほんでここもちょっと大外し2つかな、優勝争いもあるんじゃないかっていうところで、フロントで5位にしてましたけども現在10位と、ちょっと5位はきついかな。ちょっとね、ただ昨年のねシーズン終盤良かったんで、シーズン終盤良かった勢いをそのまま春先からぶつけてくれるかなと思ったんですけども、しかしというところで、まあ到底トップ5に入るような年間の成績ではなかったんで、ここは僕のちょっとね想定外のところも正直あります。でマリノスのね低迷は正直予想できなかった。ここまでは、キューベル監督でマスカット監督から変わったんで、どうなんだっていうところもあったんで、まあ、ちょっと優勝争いはどうかっていうところにはなっていたんで、順位を落とすかと思ったんですけど、にしてもちょっと悪かったなっていうところなんで、ここもちょっと大外しグループの、2クラブにはなってきますね。でこちらで最後、優勝争いにしてと1個ね、1個ねおかしいところがありますね。あれーってところが逆にねありますけどもね、まず3位の神戸、まあ、現在神戸2位なんで、ここもまあ2位やというところでしょう。で広島2位なんで、だから1個ずれが本当に多いですよね。だからまあ予想順位としては近いところほぼまあ正解だよねみたいなところもね、今回多かったですね。だからまあ点数つけるならまあ1個ずれとかね多いんだよね。1個ずれとかが2個ずれが多いんで、まあ予想としてはまあ60点ぐらいは、低く見ても65点ぐらいは、もらえてもいいのかなっていう予想には正直なってきますが、ただね、ここ触れないわけにもいかないですね。浦和レッズの1位予想ですね。で、まあ、僕ももうこれね、もうはっきりと言ってます。僕は浦和レッズサポーターなんですね。もう浦和レッズサポーターだから1位にしたわけじゃこれはね、ございません。なんなら僕はもう浦和レッズサポーターだからこそ1位は予想しづらいし、過去の優勝、あれか、過去の順位予想、過去の順位予想動画でも浦和を1位にしたことは1回もなかったんですね。だからまあ浦和レッズを応援してるから1位にしたわけではないっていうのはね、これは声を大にして言っておきたいんですけども、ただやっぱ今年の、ね、やっぱシーズン開幕前の期待値は、高かった。もうそれこそサッカーの、評論家の方とかね、順位予想いろんなね媒体されてました。裏の予想、1位予想はいくつもされていたんで、まあ、1位に予想すること自体は別にね、そんなずれた予想ではなかったかなって思いつつも、じゃあ実際どうだったんだってなれば13位なんでね、
まあ大外しですよね。だから今回の僕の予想って外すとかめちゃくちゃ外してるんですよね。浦和のまあ1位予想が13位とかゼルビアの15予想が、3位とか鹿島ガンバ、これの予想も外れているんで、外すとこは大きく外してる。で大体こうね、大体僕も過去のこのいろんなコメントもらう中で分かるのは、大体こうね当たってることよりも外れた方をねこうね叩かれやすくはなりますんで、まあ正直ニアピンも多いんで予想としては結構ね、まあ大外れとかまあね全然じゃないかっていうレベルの予想ではなかったけども、ただ外したところが多いんで、多分僕はねそっちの方で怒られるのかなっていうとこ、どうしてもいいところ悪いところだと悪いところの方がコメントでね、言われやすいんで、もうそこは覚悟はしてはいるんですけども、だからまあ概ね当たってるところが多い、概ね当たってるんで、あまあまあまあいいんじゃないかっていうコメントはそれでも多分なくてね、多分鹿島ガンバ町田浦和の外し方が異常なのでね、ここは多分怒られるでしょう。まあただね、全体としたらね、まあ本当65か70点くらいくれてもいいのかなっていう、自分で言うのもねあれですけども、まあニアと、まあ大体こうグループっていうと当たってる感じもしますんで、まあこれでもまあ視聴者さんのね評価にはなってきます。どうだろう、ただねシーズンあと残り5、6試合残ってますんで、この5、6試合の中でどう動くかっていうところ、まあ多分ね、まあほぼほぼ変わらんかな。細かいところで言うと残留争いのとことかね、まあ15位から19位ぐらいまでの中で動きはあるかもしれませんけど、まあトスも含めてから20位か20位までか、15位か20位の間で結構ね動きはあるかもしれませんし、まあ新潟が上行く、浦和が上行くとか、まあ逆に新潟から上のところもねちょっと動きがあるかもしれませんので、まあニアで結構ね順位が近いところ、予想と近いところもあるんですけども、ただまだ分からんというところ。ただ何回も言いますけど、下位の方は当たっても全く嬉しくないし、むしろ下位の予想に関してはね外れてくるぐらいね思ってますんでね、まあ本当ね難しいなというところになってきますけどさ、まあ皆さんの頃の評価はこの動画とかね、この順位予想の評価はどうかと、どうでしょうかというところでございましょうかね。はい、というところ今回以上です。以上パルブンテジェルサッカーチャンネルでございました。よかったらチャンネルマスその